だからパニックパニック普通に大パニック近っ。何パニック、行こうよ行こう行こう。なんか形が変わる。可愛いね、でも可愛い服。あ、キュキュ、キュ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 、ガラガラとシャン。この辺やばくない？ん？シャン溶かす、前髪溶かしたもんね。前髪、前髪前髪かた前髪して、とりあえずまだ大丈夫大丈夫、もしさっきは大丈夫、もうあとはもうやってあげるから前開始しなさい。おはよう。おはよう。ちょっとあの髪の毛をまだ乾かしてないから、乾かすか、おはにを乾かすよ乾かすよ、痛い、あ、もう線が、うるさいけどね。はい、一回マイク切ります。おはようって感じなんだけど、こんにちは。え、なんか髪の毛が、あの、今から乾かしてるよみたいな感じなんだけど。あれ、ドライヤーあった、ご飯ここに入れてもいい？うん、ここは私なら。
ガチママだと思われてる。おつぼん、ガチママだと思われてるから。まだ家か、まだ家か、家なの、これは家じゃないかな。なんかさ、なんか眠くて頭が痛い。おはよう。ごめんね、ちょっと言うと読めない。そう、あ、もうちょっとテレビがうるさすぎる。それな、本当にイッチが手伝ってくれました。やばい、やばい、やばい、テレビうるさい。だっ、パニック、パニック。1時間もあればパニックかかるよね、寝ながら。めっちゃ普通にパニック、パニック。どうしよう、あの、反対に聞きたいな。え、それな、え、これさ、2個なかったっけ、あれどこ行った。うーん、パニック、パニック。え、それちゃったんか、さっき。パニオニパニック。でもさ、そのパイナップルも食べたいしさ、食べればパイナップル大丈夫、ミニパイナップル出る。食べたら喉が消えちゃう。はよはよ、今日はお話し会なので待ってます。あの、最後、ま、あの、今日マカリレーなんですけど、最後ということで、いやの話会なんで待ってます。あれ、その方がない、私の昨日に、あの、ヒタのあの配信にちょっとお邪魔させてもらったんだけど、あの、書いてないんだけど、ちょ、見たんだけど、ヒタの配信、あの人ちょっとやばいね、本当に。何言ってんの、あの、見る、あの時自分のカバン持って、なんか、触ってなかったの、一個も。だから、多分入れたのは確実にヒータなんですよ。なんか、多分、だけど、間違えてみんなカバンに、こう自分の財布をこうやって入れて、あの、入れちゃったんじゃないのかと。で、なんか、みんなこと、まあ、許して、全然許してあげるけど、みたいな話言ってたんですけど、いや、こっちがちょっと謝ってもらいたいかな、みたいな。え、なんか、え、あれってみーが悪いのと思う。やっと幕張りなので、ちょっと眠い。泣いて。はよ。ございます。おい、北沢出てこいよ、だって。え、こんなこと言われてんの。普通に無理だし。やば。なんでそんな言葉遣いでやらなきゃいけないの。パワハラ。無理です。パワハラだ。お前が出てこい。マリオモラ、ちょっとね、あの、ちょっとね、今頭がおかしいから、頭おかしいから変なこと言ったらちょっと、うん、そういうこと返ってくるから気をつけて。でも今日トークイベントもあるので皆さん待ってます。やっぱストレッチとかしてない、なんか今起きて本当にバリバリ。今日は風がめちゃくちゃ強いよ、マジ。え、幕張の中も寒いのかな。今日よろしく待ってます。今日本当に本当に今日みんなに会いたいですねって思いました。はよ、ありがとう。ちょっとギフト読めなかった、それは姫野ちゃんだよね。ヒータンが悪いよね、なんかそれ許してあげるよみたいな言ってるけど、マジに悪くないから、逆に謝ってみたいな、逆になんかその勘違いされるようなことを見えにしたんことをちょっと謝ってほしいかなみたいな。今回ありがとう。ちょっとおかしいですか。はよ、性的いってらっしゃい。午後から幕張メッセも風あるし、あれ、靴下どこ、いて、これあ、それありがとう。無理無理、優女。え、みーも昼食パーティーしたこと、あ、もう無理か。車に、おはよう、ありがとう。じゃあ、うん、私もめっちゃ行ける。あ、違う違う違う、ごめんごめん、あと5分、あと5分。え、これ大丈夫、結構ガチで時間ないよ。終わったらすぐ、え、ドライヤーとか片付けた方がいいかな。あ、いいよいいよいいよ。タオルは置いてていいかな。じゃあ後ほど。マジ？
みんなよかったら本当に今日待ってます。マジ今日来てほしい。本当に服もなんかいつもと顔違う可愛い系だから本当に来てほしい。マスターさんあとありがとう。40分からやってるからあと4分くらいかな。やばい普通に起きちゃう。あっちでする。あ、やばい、足取る。はよ。なんかね、昨日ね、一人に変えたんですよ。ホテルで。なんかホテルで、イッチーと部屋が一緒だったんですけど、で、ゆいなちゃんが一人なの、ヘッドリ部屋で、なんかめっちゃ、その二人がラブラブしてて、なんかさ、何私を一人部屋にすればよかったよみたいな感じなんだけど、なんか本当に昨日ずっと一人で、なんかイッチがゆいなちゃんの部屋でお風呂入ってくるみたいな言ってたから、なんかまあ行かしたんだけど、そしたら一生帰ってこなくて、なんか気づいたらみんな寝てて、で今に至るみたいな感じ。こっちも気づいたら寝てたんだよ。眠かったよね。びっくりした。普通にさっき起きたらさ、なんかさ、ゆいなんちでさ、ゆいなんちゆいなんの部屋でさ、床も弱くてさ、マジで終わると思う。ゆいなちゃんもその時起きたの？うん、マジが起きなかった。起きてないの。あんまりできんかと思った。え、マジさ、目覚ましすらかけてない。ブログ読んだ、ありがとうございます。すごいよ。いちごちゃんも元気だよ、めちゃくちゃラブラブやってて、なんか、え、何みたいな。もうなんで一人にすんの始まっちゃったんだけど。かなさん、え、みよぽんもなんか友達と電話しはるみたい。うん、だってムカついたんだ。13位ケンボウ32、キルミン11、カニシカ30、ホオズキさん9位、マスタさん8位、カイタさん7位、キラルさん6位、キムクンゴイ、キミンさん4位、カゴピン3位、ポヨンセンジンさん2位、チャンタさん1位はおよびでした。ありがとう。ちょっとこのギフト読めなくって本当にごめん。ちょっと髪の毛隠して読めなかった。はい、なんかちょっとやばいので、あと2分したら終わるんだけど、じゃあ一回ちょっと待ってよ。怒ってるよ、それはね。一回さ、上にさね、準備しないといけない。ここがやばい、ここが汚い。いつもとが違う。何だいの方がいいか。てか何これ、いつも練習。渡せないかも。いっちキモいって言われたらどうすればいい。ないので終わりたいと思います。今日も始めに来てくれてありがとう。ちょっとごめんね、本当にごめんなさい。やばい。じゃあね、ありがとう、バイバイ。